ジェーン・ルードン、ジェーン・ルードンは、イギリスの作家である。1827年に22世紀に科学者が、ミイラを復活させるという設定の SF を発表した。有名な造園家、ジョン・クラウディウス・ルードンと結婚し、夫を通して、園芸や自然科学の分野の著作もいった。バーミンガムのエッジバストンで、実業家の娘に生まれた。12歳で母親を亡くし、 一年間父親とヨーロッパ本土に渡りそこでいくつかの言語を学んだ。父親の事業がうまくいかなくなりエッジバストンの屋敷で家事を手伝った。屋敷の庭で園芸や栽培に関する基本的な知識を得たされる。1824年に父親が死に生活を支えるために分泌活動をする道を選び、1827年に匿名で小説ザマミィ。 エーテール・オブ・ザ・トゥエンティ、セカンド・センチュリーを発表した。これは、女性作家による最も早いサイエンス・フィクション作品の一つであるとされ、22世紀の技術は発達したが、道徳的に破綻したイギリスを舞台に科学者が蘇らせたミイラが国の秩序を回復させるという物語である。この物語は、ナポレオンのエジプト遠征で高まった。 エジプトの遺物の研究や1821年にイギリスの劇場でミイラが公開されたことに着想を得たのだと思われ、また1818 18年にメアリー・シェリーの小説フランケンシュタインの成功にも影響を受けたと考えられる。この小説について多くの好意的な書評が書かれた。その中には未来の作物の栽培法の着想に興味を持ち、演芸雑誌に書評を書いた。 造園家、ジョン・ルードンがいて、ルードンの希望で二人は面会し、短い付き合いの後、1830年に二人は結婚した。夫妻の間に児童向けの著作を行ったことで知られるアグネス・ルードンが生まれた。結婚後は、夫の仕事に興味を持ち、女性の立場でガーデニング・フォー・レディスなどの女性園芸愛好家のための多くの著作を行った。 J.W. ラウドンは植物の学名で命名者を示す場合にジェーンルードンを示すのに使われる。ありがとうございます。